はい、青春踏みつけちゃーばです。今回はこちら、ゴローズなんですけれども、こちらゴローズの、ね、自作したこちら、ディスプレイケースになるんですけれども、こちらのもね、DIY をしながら、こうやってね、ゴローズのロゴを彫ったり、マークを彫ったり、このオープン、入り口にオープンな、こういったね、作り方の動画もね、一通り動画の方で紹介しているので、まだ見てらっしゃらない方はね、そういった動画を見てもらえたらなと思うんですけれども、今回はこの、ね、自分がね、長年集めてきた、まあ使っているね、ゴローズの中でも、ずっと組み替えずにね、まあ青春セットとでも言うんでしょうかね、自分がね、こよなく愛して使い続けている、こう組み方についてね、初公開ということなんですけれども、ちょっとね、皆さんにご紹介できたらなと思っております。それでね、ちょっと中の方オープンしていきましょう。中を開けると、こんな感じで、じゃーんと、ちょっとね、このゴローズのね、店内の、こう、ショーケースをイメージした感じで、こうバッグはね、こうやってね、当時、まあ自分はずっとね、こう通ってるんですけれども、この黒いバッグに、このね、太陽メタルのこのね、メタルをね、写真を中に入れて、また、この、ゴローさんのね、本なんかも書籍の方もミニチュア版にしてね、このね、サイズ感でね、入れてね、ちょっとね、少しでもゴローズの雰囲気をということで、まあ、こういったね、こう、カウンター横の、まあ、フェザーとかが置いてあるショーケースをイメージしながら、下の方にもね、こういった感じでね、ガラスの方が開くようになっているんですけど、こちらにはね、お財布とか、まあ、そういった巾着とかいろいろ入れてるんですけども、その中でも、今回ご紹介するセットは、こちらの、このセットになります。ちょっとね、詳しくね、近くで見ていきましょう。よいしょ。はい、こちらがね、長年組み替えずに使い続けている、自分の中のね、紙セットというんですかね、まあ、青春セットの方なんですけれども、ちょっとね、詳しいセット内容の方をね、見ていきましょう。まずはね、こちら、中心に入っているのが先金ですね。先金の、こちら左向きになるんですけれども、自分はね、こう、単体の1枚付けでするならば、まあ、間違いなく自分はね、左向きが好きなんですよ。まあこの辺ね好みがありますし、まあ今回自分のね青春セットといった感じで紹介するんですけれども、あくまでもね本当に皆さんね、好き好き個性が出る組み方があるのがゴローズの魅力なので、自分はね、この組み方で落ち着いているよというだけなので、まあ賛否あると思いますし、皆さんそれぞれの組み方があっていいかと思うんですけれども、一つのね、こう紹介例として見ていただければと思うんですけれども、まあ本当に先金のこの、左向きもね、これもね、かなりね、もう10年、15年、20年行くのかな。ちょっとこの辺もね、まだね、レギュラーだった頃ですね。まだ普通に先金がね、店頭に行けば買える頃に買った先金なので、かなりね、長くにわたって使い続けております。それに対して、まあ、シルバーのね、こちら、プレーンホイールの方で組んでいるんですけれども、カマフィモの方で組んでいるんですが、その両サイドにね、こちら、プレーンフェザー S の金ですね、全金の S サイズのフェザーの方を入れております。こちらでプレーンフェザーになります。それの隣ですね、こちら。左側には、こちらに引退用メタルの、この叩かれているものですね。これが一番新しいから組み替えた中では。このセットの組み方というのはかなり昔から組んでいるんですけれども、これに入れ替える前は、今ね、こちらの方で使ってるんですけれども、このね、いびつな、これはもう20年、25年下手したらかなり前に購入した、こちら、メタルのショーですね。こちらをね、ここにつけていたんですけれども、このね、叩かれたことによって、まあ、この辺もね、やっぱり人気は叩かれていないモデルが人気かと思うんですけれども、これもね、やっぱ個人差あると思うんですけれども、個人的にはね、この周りが叩かれてた方が、割とこう、バランスが良くて、個人的にはそう感じるんですよ。叩かれてないとちょっとね、のっぺりしすぎて、ちょっと大きさの割にこのね、引退用メタルのこのね、太陽の刻印がちょっとね、寂しく感じてしまうかなと、まあ個人的に感じているので、これが出た時には、さすがゴローズさんモデルチェンジかっこいいなと思って購入させていただいてからはこの組み方。でね、これを買ってからはもう変わってないといった感じですね。で、こちらフックの方は全金フックと、ホイールフックの方とね、両方全金で揃えているんですけれども、この辺もね、この下にね、メタルなど付けられる方もね、多いかと思うんですけれども、自分はね、あえてやっぱシンプルがね、一番ね、好きなので、ここの下にはね、付けていません。他のセットによってはね、付けているものも当然自分もあるんですけれども、このね、自分がね、紙セットとされている青春セットに至っては、やっぱ至ってシンプルということで、もうフックにはね、この全金をね、両方使うことによって、何も使わない状態にあえてしております。で、チェーンの方は細角チェーンですね。やっぱりこの細角チェーンっていうのはずっと長くね、自分もね、一番長く使っているチェーンで、これもね、かなり長いこと使っているチェーンの方になります。簡単に説明するとね、こんな感じにはなります。だからあくまでもね、本当に個人差あるかと思うんですよね、この組み方に関しては。で、ちょっともう少しね、詳しく見ていくんですけれども、で、こちらのね、ホイールの方、
プレーンホイールで組んでいるんですけども、革紐の方であえてこちらビーズもつけておりません。やっぱり、ね、シンプルが好きなんです。ここにビーズがね垂れてしまうと個人的にはちょっとね重たくなってしまう印象があるので、やっぱり自分はねここにねビーズを垂らしたくないんですよね。あえてとにかくねこのホイールの左右にこういった感じで全金のこちら太陽メタルとフェザーの S ですね、フェザーの S をつけたいがゆえにこちらねホイールをつけていると言っても過言ではないので、なるべくねシンプルにまとめたいということもあって、長めではあるんですけれども長めに革紐の方で、まあ、ビーズをあえてつけずにねシンプルにつけてます。この辺もやっぱりね個人差あるかと思いますし、自分もねたくさんね並びに行ったりいろんな人のね組み方見ているんですけど、まだね自分の組み方とね同じ組み方の方には会ったことがないです。やっぱりそれがねゴローズの魅力なんじゃないかなと思います。皆さん見てらっしゃる方も様々な組み方されていると思うんですけれども、全く自分と同じ組み方をされている方にね会ったことってありますかとちょっとね聞きたいんですけれども、本当に、ね、木村拓哉さんの神セットと言われるセットとかそういったものであればね実際被る方もいらっしゃるのかと思うんですが、そうでない限りねまだ購入したてで、ね、1枚付け2枚付けならね被る可能性があるんですけれども、ある程度アイテムをね持たれている方だともう何万通りとね数えきれないほどのねこう組み方がねバリエーションに変わってくるので、まず自分と同じ組み方という方にね会ったことない方がね本当に多いんじゃないかなと思います。なのでね、今回ね、自分のこの組み方自体も、ほとんど、まあ、こんな感じの組み方自体をしてる方に見たことないです。この、やっぱり先金の両サイドに、まあ、メタルだけね、付けられてる方とかはね、お見かけするんですけれども、こちらに小さいね、フェザーをこちらにつけて、で、こっちのね、左側にメタルをつけてる。こういう組み方されてる方自体を自分はね、見たことがないです。なので、自分はかなり個性的な組み方なのかなと自分も思いながらではあるんですが、ただ皆さんね自分の組み方が一番かっこいいと思ってねつけられている方が、ね、ほぼほぼかと思うので、自分もこの組み方正直神セットだと思っています。なのでもしねこの動画を見て共感してくださる方はね青春セットちょっとね目指してもらうのもいいんじゃないかなと思います。ちょっとハードルが高いアイテムも入っているんですけれども、ただ別にねこの先金を中心に入れながらホイールを持っていればこの辺は別にねシルバーでもいいと思いますし、もちろんねフックなんかもまあこちらはまだレギュラーのものでも良いかと思いますし、要はねこういった組み方がありますよと、自分は本当にこの組み方なんで皆さんされないのかなといった感じで疑問に思っているほどかっこいいなと個人的に思っているんですけれども、ちょっとね人によってちょっとうるさいんじゃないとかそんな組み方という方もあるかと思いますし、当然賛否あるかと思いますので、ぜひね皆さんコメント欄から自分はこんな組み方してるよとかね、こうやって組まれたらどうですかとかね、いろいろねアドバイスやまたねこう意見の方お聞かせ願いたいと思うんですけども、まずねこの組み方ほんとかぶったことないです。いやほんと自分で言うのも自画自賛なんですけど、これ以上の組み方ってありますかね。いや本当にいやもう自分でねちょっと言ってんのも恥ずかしくなると、ただね自信持って自分もねやっぱね買ってやっぱ組んでますので、やっぱり皆さんねこう培われた通ってね並んで皆さんのね組み方を参考にしたりね見たりしながらね自分の組み方って決まってくるかと思うんですけれども、当然紙セットもねかっこいいとは思うんですけども、自分からするとやっぱちょっとねもう2枚付けとかは重たいかなっていう感じで、ただねもっと赤ビーズを中にこうやってジャラジャラとつけてるね組み方のものもね愛用してますので、やっぱりね TPO というかね場所とかねそのタイミングとか服装に合わせてね何本かね持っているというのもねゴローズの楽しみになってくるので、とにかくこのセットはねもう本当に変えてないです。もう変えてないですし何も足さない何も引かないじゃないですけども、変えようもないし変えたいとも思ってません。例えばここがね全金がいいんじゃないかっていうのも自分考えた、当然ね全金のプレーンホイール持ってないんですけども、ただここがね金になってしまうと個人的にはやっぱりこのねこうシルバーとゴールドのバランスですよね、全部がねこう金だからねめちゃくちゃいいってわけでもないと思っていて、やっぱ色のバランスですよね。せっかく先金がねこのね下の方でね金がねこう光ってくれているので、ここまでね金にしてしまうとまあこの左右もねちょっと金なので、ちょっとねなんかこうバブリーな感じじゃないんですけれども、ちょっとうるさくなってしまうというところで、やっぱりねこうホイールとには脇役っていうわけじゃないんですけど、もう名脇役ですよね。そういった感じこのねプレーンフェザーの S とこのねメタルをね生かすためのこう地味なね縁の下のまさにこう力持ちといった感じでこう存在しているシルバーのねこちらプレーンホイールだと思っているので、どうですかね、この先金自体もねだいぶねこう色もねかなり変色してきているんですよね。もうほんと何年使ってんだろう、ちょっと自分もね定かではないんですけど、もうレギュラーの時代なんでね、もうレギュラーの時代からかれこれどれだけ経っているのかというのもちょっとわからないんで、まあ詳しくわからないんですけども、で本当にこのね叩かれたこのメタルですよね、
この辺が、ね、多分叩かれての初期なんじゃないかなと思うんですけれども、叩かれた状態になってすぐに買ったといった感じだったので、やっぱりね、この辺がね、こう叩かれているものと叩かれていないものとの印象もやっぱ違いますからかなり、その辺もやっぱりね、こう個人差。好き嫌いあると思います。このそもそもの、ね、この向きですよね。こう曲がっている向き。やっぱり一点付けだったらね、こう単純に自分はね、極端な話、もう左だな、左の一択といった感じで、まあこれ自分のね、こう持論じゃないんですけれども、例えばね、フェザーを絵に描いたとしましょう。で、自分がこの自分のフェザーをね、何も考えずにフェザーのね、羽の絵を描いてって言われたら、多分こっち向きに描くと思うんですよね。逆向きになかなか描かないと思うんですよ。まあ、右利き、左利きもあるのか、やっぱフェザーのイメージですよね。フェザーのイメージとして、だしやっぱりね、こう首から描けた時に、一点付けだとやっぱこっちに曲がってたのが圧倒的に安定感といいますか、圧倒的にしっくりくる。そういった気がね、自分はしてしまうんですよね。なのでね、自分はね、あとね、この彫りなんかも、やっぱりね、こう、線がね、細かくね、入っていたり、形自体もね、こちらのね、やっぱり自分は左向きが好きなんですけれども、右向きっていうと、まあこういった感じね、なってしまう。やっぱ一点付けで見ると、どうしても自分はね、違和感を感じてしまうんですよね。なんかこう、代わりに絵を描いた時には絶対こっち向きで描かないなとか、やっぱそうやってね、バランスとか、すごい意識してしまいますし、まあ当然ね、この彫り自体の違いもあるんですけれども、そういったことからもね、自分はね、個人的にはもう左ですね。ただね、右の方が人気があるのかな？ちょっとね、そういったところはね、サキキンフェザーというと、右の方が人気があるイメージはあります。やっぱ木村拓哉さんのセットがね、右を使われているということかもしれないんですけども、やっぱり決してそういうことにね、流されることなくね、自分の使い方ですよね。自分はやっぱりね、一点付け。もう一点付けなら、もう絶対左だと個人的に思っておりますので、いやー、皆さんね、どうですかね。これ本当にね、今までね、自分ね、紹介してきてないんですよ。ゴローズいろいろね、紹介してきてるんですけども、あえて自分のね、こう、なんていうんですかね、こう気に入ってるセットというのはね、公開してこなかったんですけれども、まあもしね、これがよくてね、気に入ってくれた方がいればね、こう並びの中にね、このね、青春セットの組み方増えてきたらね、嬉しいと思いますし、あの人も青春セットだみたいな感じでね、ちょっとね、皆さんね、どうですかね、ちょっといろいろ話題にしてもらえたらなと思うんですけれども、まあ皆さんもっとね、自分の個性的なかっこいい組み方あるかと思います。そういった方はぜひ皆さんいろいろ教えてください。自分もね、まだまだ参考にしたいですし、まあ自分の中でもこれはもう完全に完成しているので、まだ何本かね、今まだこう考えてね、作っている最中のね、こうセットなんかもありますので、そういった参考にもなるかと思いますし、またこういった感じで定期的に自分が今使っているセットですね、この他にも先ほどちょっとちらっと見せしたね、赤ビのセット、赤ビーズセットとかクロスのセットとか、まあ様々ね、こう愛用しているセットがありますので、そういったものをね、見てもらうのも楽しいのかなと。まあ、一般的なね、紹介、まあ、個別のね、こう、アイテム紹介もいいんですけれども、実際リアルでね、使っているといったようなね、そういったね、使い古したアイテムと、みたいなものも、皆さんね、興味があれば、ぜひね、動画の方をね、チェックしていただけたらなと思っております。またね、この青春秘密基地のチャンネルの方では、デニムだったり、最近はね、結構レトロ玩具のおもちゃ系、結構いろいろね、動画の方上げていますので、まあ、ゴローズユーザーの方って基本的にやっぱね、物欲主義だと思うんですよ。やっぱりね、好きなものにこだわって、やっぱ大切なものをね、高価なお金を出してでも大事に使っていくというのがね、ゴローズのスタンスになるかと思いますし、そういったところでね、やっぱおもちゃもデニムも一緒だと思っていますので、幅広く大人の趣味というところでね、動画の方取り上げていますので、ゴローズだけではなくね、おもちゃやデニム、そういった動画を見ていただいて刺激をいただいて、まあ少しずつそういった方面にもね、流れていて、ゴローズを集めながらおもちゃとかデニムとかね、そういったものにもね、興味関心を持っていただけたらなと思って動画活動の方していますので、ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。といった感じで、今回はね、こちらゴローズのこのね、一本でね、いくらでも喋れてしまうんですけれども、本当に自分がこよなく愛している青春セットの方を紹介したんですけれども、また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。